ここ数ヶ月、うん、テレワークやらなんやらで本当に大変でしたね。ねー、大変だったよ。ブリッジのみんなも業界的にも影響すごかったみたいだよね。なのですよ。なのでですね、今日はこの騒動前に企画でやっていた新エンディングイラストをやっとこさ、ね、着手できたということでですね、環境も揃ったところで今日はエンディングイラストやっていくので、やった。それに伴いですね、今日はアラテさんのモッサンが直接番組で書いてくれるんだって。そうなのです。しかも今回はマシュマロもね、募集していろいろモッサン宛に質問が来ているので、チャオたちもその質問を一緒に質問しながら実際にリアルタイムでモッサンに書いていただくのです。プロに書いてもらってるところ、そうなのです。生で見てもらうのね。はい、というわけで早速まずね、モッサンさんにつないでみたいと思います。モッサン、はい、こんにちは。あ、こんにちは。あ、モッサン、モッサンさん、女性なのでふわふわ系女子と聞いているのです。ふわふわ系女子なのです。本日はよろしくお願いしますです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいわ、声が。じゃあリアルタイムで書いていただきつつ質問をさせていただくので、ちょっと大変かと思いますが、頑張ってほしいのです。はい、 PQB、 じゃあ早速書いていただきましょう。スタート。はい、ワクワクなのです。書きますよ。はい、お願いします。はい、いいですね。はい、すごい、迷いなく書いてすごいわ。迷いがないわ。チャウたちだったら、どっちから書こうみたいな。輪郭とかなるけど。出た、わぁ、出た。え、この十字のやつよく見る。見るのね。やっぱりプロの人ちゃんとこうやって書くんだね。あ、すげえ。すげえ。あー、すごい。たまにツイッターとかで見る、こういうの。確かに。実際に見れるのめっちゃ嬉しい。嬉しい。もうすでに可愛い。すでに可愛い。ちょっと怖いかも。もう全然こういうね、修正とかもね見れるんですよ。かなりレアな、そうだよ、ね、ものを見せていただけると。可愛い、すでに可愛い。確かに。あ、じゃあモッサンに質問が来てるので、結構来てるからどんどん。ね、いっぱい来てる。で行こうぜ。はーい。いきなりこれでいい？いいと思う。モッサンへ。モッサンは、ナイスバディの女の人と幼児体験の女の子、どちらが好きですか？そうですね。これって明らかに、ポンちゃんか、チャオちゃんかって感じだと思うので。これセクハラになりませんか？大丈夫ですか？ちょっとセクハラな気がする。女子に対して言う、ね、質問なのか。書くのが楽なのは幼児体験ですかね。あ、なるほど。じゃあ書くの楽なんだね。そうそう。確かに、だってより少ないもん、面積、そうか、体積が。なるほどね。服のシワとかないしね。服のシワ。あ、すごい。ポンちゃんがすごい。絵になるのは、ナイスバディの人だから。そうですよね。確かにな、みんなな、大好きだからな。ナイスバディだからな。なるほど。じゃあ次行きましょう。はい、モッサンへ。はい、トメイラストとアニメーションってやっぱり違うもんですか？なんかクロートっぽい人から来た。ほんと、トメイラストっていうのは今描いてもらってるやつってことですか？そうですね、動かない。一枚の絵かな、ポスターとかそういうやつのこと。あ、なるほどなるほど。まあ、アニメーションは動きがある瞬間とか。そうですね。ポスターやっぱり最初にレイアウトっていうのを取るので、そこで全体的な構図を取る能力は問われるので、根本的なところは一緒だと思うんですよね。うん、じゃあそれをどこまで仕上げていくかとかは
かトメイラストの方は緻密に描いていくし、アニメーションはそこから動きをつけて、そういう自然な動きとか、かっこいいのかなをつけていくの。で、違うのかな。どっちが大変とかありますか？どっちも大変。そうですね。どっちも大変ですね。やっぱね、あまりでもトメイラストは描く機会がアニメーターは少ないから、あーなるほど。もうキャラでやってる人とか、こう、よく描くのかな。なるほど。今ってペンタブってやつで描いてるんです？今は、私今は半分半分ぐらいで描いてるんですけど、紙で描いてる人が、紙で描いてる人の方が多いかな。あ、そうなんですね。今みんな、ペンタブだと思ってた。と思ってたのです。まだまだですね。モッサンって円柱描くのうまそう。円柱円柱描くの上手そう。え、理科の実験の時に書かされたじゃん。円柱を描きなさいみたいな。ちょっとちゃう学校行ってないからわからん。あ、わからんか、2歳児にはあったよ。展開図を描きなさいみたいな。これが展開したらどうなりますかみたいな。あ、なんか面のやつですね、こう。そう、開いたらどうなるかみたいな。次の人はいかん。はい。今まで見てきたアニメで一番好きなアニメは何ですか？アニメ見ますか？アニメは最近見ないから。最近見ないよ。そういうやつがアニメを見ると思うなよってやつですね。なるほど。話題のやつとかは見るかな、はいはい、あと自分がやったやつとか。自分がやったやつはオンエアは見ない。見ません。次々仕事が来るからね。見てらんないぜ。忙しいからな。そんな中でも何かありますか、好きなアニメは。確かに気になる。ない痛い痛い痛いのかな。ないよ。ないない。本当にないんですか。まあ、ディズニーとかですかね。ディズニーとかだったら。あ、ディズニー。ビキニ。ビキニじゃない。ディズニー。めっちゃビキニ。ディズニーなんだ。あ、なるほど。そうだ、そうだ、ターザンとか。ターザン。なるほど。チュキー。モッサンへ。普段キャラを描くときに一番気をつけていることは何でしょうか。そうですね。デッサンかな。デッサン。なるほど。ね、その後ですね、なんか可愛くしようとか思うのは、授業で手を描いたりしましたか？手を描く授業なかった。あ、2歳児にはわからん。つい質問しちゃうちゃうに。なんか手とか、なんか人物描いたり、大事ですね、なんかデッサン。デッサン、モッサンみたいに言っちゃう。デッサン、デッサンか、デッサンか、その一番気をつけてるというのは、なんか理由的なのってあります？そうですね。次の人。今描くのに一生懸命だから。今ちょうどポンの大事な三つ編みを描いてくださってある。ちょっとちぎれちゃった。ちぎれちゃった、ちぎれちゃった。やっぱ絵をね、描くっていうのがないから、その気になるんですよね。そう、どうしたらこんなに上手にいきなり描けるのか。もうちゃちゃちゃとこんなに描けちゃってるよ。こんなに、すごーい。誰か意見があれば、直しますけど、こんな感じにしてほしいとか。可愛いから、可愛いですね。ちょっとチャオが可愛すぎることぐらいでしょうか。チャオ可愛いもん。可愛い。尻尾が
ゃめちゃモフモフ。ねえ、モフモフ。いつもよりもモフモフだわ。冬のチャオだわ。確かに冬毛のチャオだ。ほんとかわいい。ちょっと背景のハープを作っておいたので、それを作っておいてくれたんですか。料理、料理番組みたい。あーかわいい。作ってもらったのはこちらです。こちらです。え、じゃあこれ合わせてみるの。こちらに、こちらにできるかな。嬉しい。あーすごい。これはチャンネル登録者数増えます。増えるのです。やばいですね、このエンディングでもうチャオが描いたのと比べ物にならん。本当ですよ。あのイラストがこうなるんですね。闇しかないやつ。すごい。あーすごい、チャオだけ変わってる。どうやってどうやってるの。すごい。こういうなんかフィルターみたいなのもやっぱ使いどころがうまいのです。プロの人だよね。慣れてらっしゃる。すごいのです。やっぱプロってお金が発生するだよ。当たり前なのです。素晴らしいね。すごいな。え、まだちょっと質問あるのでちょっといいですか。はい。高校生から質問です。はい、モッサンへ。はい、自分は高校生でタブレットイラストを練習してます。ただ一向にうまくなりません。人の絵を模写とかなぞることも練習と聞いたことがありますが、方法としてこちらは上達するものなのでしょうか。高校生からの質問。高校生見てくれてるんだね、この番組。嬉しい。で、そうですね、真面目に答えないとね。真面目にお願いします。高校生の未来のアニメ。そうですね。模写は、いいと思うんですよ。上手い人の絵を真似して、どんな風に描いてるか、自分で考えながら真似するのはいいことだと思う。なぞるっていうのはちょっとわかんない。なぞるのはちょっと違う。なぞる、どういう感じなのかな、わかんないです。なんだろう、漢字の練習の時になんか薄くなってるやつね。なってるやつみたいな感覚。確かにあれやっても一向にうまくはならんかった字が。そうだよね。そっか、じゃあ人の絵を見ながら模写するっていうのはでも大事なんですね。なるほどな。そうですね。まあ、上手い絵をね。上手い絵を、ちなみにモッサンさんは参考にしてた絵ってどんな感じの絵ですか。そうですね。あまり模写してないと思います。すげえ。ってことは天才だったな。決定限界ですね。なるほど。すげえ。天才肌だったな。生まれた時からずっと絵を描いてたんですか、幼少時代とか。そうでもないと思います。いや、天才だったな。え、何歳から絵を描き始めたんですか。描いてたのは中学高校ぐらいかな。なるほど。え、部活は美術部とかだったんです。ああ、いえいえ。違うんだ。なんだろう、バスケ。いえ。放送部ですか。いえ、違います。飼育部ですか。なんですか。鶏とかいたじゃんか。それ委員会とかクラブでいい気がする。秘密よ。なるほど。モッサンのことは秘密よ。おいおい明かされていくわ。オッケーなのです。次、モッサンへ。ポンとチャオ、モッサンから見て一言で表すとどんな子ですか。ちなみに僕は、ポンは愛すべき抜け元気っ子、チャオ愛おしいキャラブレマンです。そう、ね、うるさい。キャラブレしてるからな。キャラブレしてないぞ。いつもしてるからな。ぐー、まずはどんな感じですか。まずは見てくれてますか、この番組。確かに、まずポンチョブースは見ておりますか。見てますか。本当ですか。本当ですか。そうですね、じゃあ一番たまに覚えている一番好きな
な回をじゃあ言ってみてください、うん、困らそうね、ほんとね見てないぞ、これは見てないぞあ、そうか、これあ、水平思考あー、水平思考あー、この、見た、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ちゃんと見てくれてましたね、うん、私たちの、ね、はい、印象どんなありますか。そうですね、うん、なんか YouTuber だなって感じですねYouTuber はやばい、草なのです、そりゃそうだわYouTuber これ、何もないな、いい、モッサンのキャラいいのです、これ正直に言ってくれるの、やばい、キャラ負けしちゃうのやだ、やだわYouTuber ってことですね、そんな印象ですか、 YouTuber だね、職業だね、なるほど、じゃあ次行くわ、はい、モッサンへ、モッサンはポンチョーブースの他にどんな作品に参加されているのでしょうか。おー、気になる、うん、言える範囲で何か、ね、言える、どこまで言っていいのかな、ピー入れましょう、ピーなんだから、ブリッジさんのまず作品は、そうですね、ブリッジさんの作品は当然で、あ、そうなんですね、上の濃い黒の感じで、本当だ、清書、うん、なんか見づらいかなと思って、なるほど、もしまとめてみてます、はい、ありがとうございます、かわいよ、かわいよ、かわいよ、じゃ最後の質問いくでしょ、はい、ムンサイ、女の子が身の丈以上の武器を持っているのが好きです、大好きですっていう投げかけが来たんですけど、これ何ですか、どう思いますか、それはどう思いますかだ、身の丈以上の武器、すごいわかるのです、今日は本当に槍とかってこと、槍的な、槍とかは体験とか、まあ、銃とかもなんかちっちゃい幼女がもうRPG とか持って攻撃してくるみたいな、なるほどね、はいそうですか、どうですか、どうですか、武器とか書きます、まず武器ね、下手ですね、すごい書けないかな、武器ね、難しいよね、ゴツゴツしてるの難しい、そういうんで書くときって資料とか見たりするんですか。そうですね、まあ設定資料がもともとあるのを書く、なるほど、なるほど、もう当然得意な人がそういう設定、剣や銃の設定を作ってくれてるので、それを元に書いていくと、そうですね、何もない状態から書けって言われたらすごいしょぼいのが出てる、難しそうなのでなんか一番その、書いてて好きだったり得意だなって思う絵って何ですか、人物とか物とか、まあ、今回だと武器とかいろいろあると思うんですけど、やっぱり 人物ですかね、でもアニメの女の子とか、そうね、女の子ばっかり、もっといろんなものが描きたいんですけど、やっぱ女の子描くの楽しいですか、なんかおじさんとか描くのが楽しいかなおじさんなるほど、あ、モッサンのおじさん見たい確かに、じゃあ今度ポンチャを男装をする回、あ、それは素敵、あの、女体化の客、あ、それ楽しそうですね、チャオの発動心キモくないよ、絶対女子ファンが増えるわ、かっこいい感じ、いいじゃん、ポンは絶対かっこいいと思う、あ、ポンはロン毛のままでいきたい、チャオの発動心、ケロロの発動心のやつケロロとはちょっと違うわよ、一応チャオは、なんか見たいけど、見たい発動心、あー、サラリーマン風のスーツが着たいな、素敵、あ、チャオはホスト風がいいよね、ホスト、あー、確かに若い女をダマクラかそうかな、いいね、白スーツか赤スーツがいいよね、じゃあ後
かな赤かな。じゃあ私マネージャーということの立ち位置でいい。なるほど、ポスト取っちゃおう。めっちゃイケメンじゃん。今想像しちゃったよ勝手に。絶対発動しキモいと思ったよな。楽しみだな。でも手はモフモフなんでしょ。モフモフなの。あ、女子ファン増えるこれ。確かに女子ファン増やしたいな。じゃあ男性化企画じゃ投げておきますのでよろしくなのです。モッサン、はい、よろしくお願いします。はい、聞いてた、はい、書いてたから、ね、はい、聞きます。こっちだけ。じゃあ待って、みんなふわふわしとるんだから。やっぱいいですね、ふわふわ系女子。はい、あ、触覚はふわふわ。あ、確かに、あ、むちゃんの触覚生えた、生えたわ。でもこの折り曲がる感じ、わかる、思った。マジチャオが描くなら普通にピュッて描くから、すごいわ。やっぱこれ書き爪になっちゃうもんね。そうそうそう、はぁ、あ、すげぇな、このひと手間ね。うん、素晴らしいわ。すごい、あっという間にできしまうの。この絵を完成させるのにチャオたちだったらね、どれくらい何時間かかるんだ。何時間かけてもできんな。できんな、うん、じゃあちょっと見よう、見る会にしよう。もっちゃんの心の中を代弁すると、やっべ、質問も終わっちまった、これつなげなきゃって思ってるだろう。やめろ、これはだって心の声を言うのやめろ。質問はチャオちょっといろいろしたいので。はい、モッサンさんはチャオたちもやっぱブリッジに出社してるんですけど、うん、え、はい、自分のデスクってあるんですか。あ、ブリッジには行ってないですね。行ってないと。あ、なるほど、あ、なるほど。じゃあ、うん、テレワーク的な、あ、お家で書いたものをご提出いただいてるみたいな。そうですね、うん、ってことはじゃあもうずっと前からテレワークやっていたと。そう。じゃあもう忙しかったんじゃないですか、はい、この期間。ん、ああ、いや、何も変わらず、もうずっとテレワークをやっていたから。みんな最近テレワークって騒いでますけど、ブブブンみたいな感じですよね。そうですね、はい、そうだったんだ。っていうかチャオめっちゃ出社してるみたいな感じだ、醸し出してますけど、ほとんど出社してませんよね、あなた。バレた、あなた家でずっとゲームしてるだけじゃないの。なにチャオが言っても役にね立たないのでね、毛を巻き散らしておしまいおしまいなんで。そうだよ、ブリーキ新しくなったんだから、綺麗にしたんだから、お部屋そう汚しちゃうからね、ダメって言われたおかしろ。そうなんだ。あー、もうグーがうまい。グーが上手。絵ってマジで描きづらいと思うのに、そう考えるとチャオの手すげー楽やな。あ、もふもふ、確かに確かにですよね。チョキだな、チョキとか描けないんだよな、チャオ。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物は、そうですね、ジロ系ラーメン。ガッツリガッツリ系だ。なに、好感度爆上がりだぜ。あれおかしいな。マジか、でもめっちゃわかるのに。わかる、ジャオたちもね、ラーメンめっちゃ甘っぽいの大好き。今度行こうじゃ。はい、行きたい。ただの女子トーク。確かにジロ系か。行きたい行きたい。ご趣味は。趣味は、そうですね、掃除。掃除、結婚してもらえますか。すごいすごい。いや、やっぱ乙女感がすごいぞ、うん、すごいな、うん、さ、え、アウトドア派ですか、インドア派ですか。インドア派ですね。インドア派、気が合いますね、最高だぜ。え、ゲームとかはしないんです。ゲームしますよ。え、何やるのです。アークとか。アーク、あーあ、海外ゲーですね。アークな、なるほどな。うん、ご出身はどちらですか。出身は
埼玉県です。ああ、はい。チャオの生体主が埼玉県出身なのです。あ、一緒ですね。一緒なのです。奥の方ですよ。埼玉県の奥の方ですけどね。こらこら埼玉広いのです。埼玉いいところだぞ。ほぼ県寄りですね。いいところだぞ。そうですか。あ、なんか目に光が入ったの。ほんと目に光が入るだけで全然違う。うまっ。やっぱ目って重要ですよね。そうですね。チャオも実は昔というかまだ2歳なんですけど、赤ちゃんの頃絵を頑張って描いてた時期があったんですけど、どうしても目を対称に描けなかったんですよ。コツってありますか？あ、裏返してみる。裏返してみる、うん、なるほど。あ、そんな手があったんだ。裏返してみる。赤ちゃんの頃はやっぱ気づけなかったのです。あ、だいぶ昔のね、2年前、だいぶ昔の2年ね。服のシワとかって法則あるんですよ。布が引っ張られる位置を考える。あー、すごい。なんか超適当に、チャオは、とりあえずなんかこう書いとけばいいかみたいな、とりあえずへこませとけばいいかなみたいな、ね、お腹らへんとあと腕のね、あの肘のところとか。うんうん、あ、でもいいと思いますよ、楽しく描ければ。確かに楽しく描くことはね、大事ですからね、うん、あと影とか描くのが大変そう。確かに影は本当にプロのね、お仕事だなと思うのです。本当ですよ。でもなんかさっきの高校生のからの質問みたいに、これからアニメーターさんになりたいなとかいう人に向けて何かありますか？はい、ちょっとざっくりな感じになっちゃいましたけど。ざっくり、そうですね、たくさん絵を描いてもらいたいですね。早く、早く描く。あ、早く描く、なるほど。枚数をこなしていくこそプロなのね。そうか、そうか。でも生活がかかってるんで確かに切実。でもそうだよね。いや、そうだよ。一日に何枚こなせるかと。確かにプロレベルで何枚こなせるかってことだよね。すごく今、確かに。え、でもいろんな仕事に言えないですか？うん、言える言えるキャラクターしますよ、チャオさん。中の人に。いろんなことにそう言えることだよね。ね、うん、正確に早く仕事をこなすっていうのは。すごい勉強になった。すごい。チャオにも目に光が。なんかゴーグルも赤い光のさ、線が赤いから光は赤みたいな感じなんですよ。そうですね、あとでこれを塗ってもらうときに、まりごとというか、なるほど、まりごとがあったね。かわいすぎる。やばい、かわいい。うわー、やばー、できた、できた。これ完成ですか？完成だよ。ちょっと線が汚いんですけど、あとで整えておきます。これ完成じゃんって言いたくなるんですけど、チャオの耳とかすごい、ね、超かわいい。中の毛とかすごい。中の毛確かにすごいな。やっぱさ、立体になるよね、上手い人が描くと。なぜ全然違う。なんでこんなに違うの？髪の毛の、ね、毛先のね。あー、うまっ。ここで一旦チャオが描いたのを見てもらいましょう。はい。あらあらですよ、もう本当に。あらあら、確かに。まあ、これはこれで個性があっていいよ。まあまあ、うん、好きよ。うん、好きって言ってくれてありがとう。ただねってことです。いや、当たり前です。比べちゃいけない。私たち一応ブリッジの者たちですので、ね、確かに確かに、はい、こんな感じでございます。皆さんぜひお納めください。今日は貴重な体験をさせていただきました。本当になんか、ね、完成をね、見るのはよくありますけど、描いてるところを見せてもらうのはね、貴重だったのです。
直してるまだ。さすがプロ、さすがプロなのでいつまでもかけてしまう。はい、まあ、ちょっと綺麗にしておきますね。ありがとうございます。はい、なんと、はい、完成したイラストは、はい、今日の配信の最後に見られるらしいよ。楽しい、めっちゃ楽しい。最後まで見てね、みんな見て見て。じゃあモッさん、今日はありがとうございました。ありがとうだったのです。ありがとうございました。はい、また参加してください。出てください。はい、よろしくなのです。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、BQB Twitter ホームページも概要欄にリンクがあります。チャンネル登録